はい、ということで今週も始まりましたハイチのダラダラジオでございます。今週もとか言いながら先週お休みいただいたんですよね。 YouTube の活動10日ほどお休みいただいてまして、待ってましたか？寂しかったかい？冗談ですちょっと言ってみたかった。はい、ということで、ね、いつも聞いてくれてありがとうございます。で、今週はね、テーマを、未来の自分へみたいな感じになっているかなと思います。っていうのは、YouTube の活動今11年目なんですけど、おそらく10日間休んだのはないんじゃないかな。あったかな。やったかもしんない自分体調ね、あんま、体調とか結構崩しやすいから、なんかもう休んでたかもしれないけど、自分のね近い記憶ではなくって、でやっぱり10日休むって結構ドキドキすんのよ、いろいろとね。まあなんだろう、 YouTube ってさ激動の世界だから、10日も休んでたら忘れられるんじゃないかなって本当に思ってたし、でもそんな思いとどう付き合ってた、まあいろんなこと考えたから、でいろんなこと考えすぎて今回完全にまとまってないんだけど、この10日間休むっていうのも多分この先あんまないと思うんですよね。いや、きっと。だからそのこういうこと考えてたんだよって、こういうこと思ったんだぜっていうのをなんか備忘録の一つとして残しておきたいなって、未来の自分のためにね。おう、入って聞いてるか、未来の自分何歳の時か知らないけど、いや聞くと思う。うん、割と昔のを聞き直すことがあったりするからさ。そうだから、まあ、未来の、ハイチに向かって喋っていることをみんなに聞かせるっていうちょっと謎の回になるんですけど、でもこの10日間で考えたことっていうのは割とみんなの、生活の中にも、ああそういう考えもいいなって思ってもらえることは少なからずある気がしていて、そうなんでね、ちょっとよかったらねお付き合いいただけたらと思います。でまず何しとったかっていうと、もう本当に家のことずっとやってました、10日間。まあ家のこととか、とまあ息子のこととかね、うん、子供たちの、まあ上の子小学校3年生だからさ、で奥さんは寝室でずっとこう隔離で、リビングで、ちょっと寝室2階にあるから1階のリビングで、息子たちは2階に絶対行けない状態にして、もう男3人でずっと生活する、出るのもリビングだし布団持ってきてねみたいな感じにしてたからさ、だから、とにかくあの子たちを寂しい思いをさせたくないっていうところと、まあ楽しく過ごさせたい、家から出れないからさ、とかね。で、まあ宿題もあるから、宿題どうやったら楽しくなるかみたいなのを工夫したりとか、まあそんなんいろいろやってて、でもさ、YouTube ってさっきも言ったみたいに激闘の世界だから、生放送もしてなかったでしょ？投稿もしてなかったし、で俺 Twitter とかもいじれんかったからそこもしてなくて、意図的にもう結構シャットダウンしてて、で。考えないっていうのは無理だった、 YouTube のこと。まあ癖でさ、もう無意識で考えちゃうから、で考えちゃうんだけども、できる限りそこをちょっと切り離した生活。だから仕事部屋もほとんど入らなかったもんね、自分の。YouTube 以外の締め切りがある仕事っていうのはもちろん守んなきゃいけないから、仕事受けてるからね、それはやってたけど、でもそれ以外はほとんどやらないようにしてて、本当は息子たちとのどっぷり生活だったんですよね。でその中で一番ね、まあ一番っていうか強く思ったことっていうのは、自分の幸せの基準をちゃんと自分で決めなきゃなって思ったんですよ。やっぱあとみんなにもよく話すけどさ、人と比べるじゃん人間って。いや比べる人が多いと思ってんの、俺もそうなんだけど昔から。で比べた時にさ、基本的に負けるでしょ。だから自分のダメなところをこうピックアップするじゃん。でさ、今ネットがこんだけ発達しちゃったから、みんなもさ比べやすくなったんだよね。学校の同級生だけじゃなくって、どっかに住んでいる、まあ、例えば同級生と同学年のインフルエンサーのことかと比べちゃうかもしんないし、そう俺が YouTube だから、 YouTube やってるからさ、 YouTuber の人とかと比べることもできるわけよ。でやっぱりそこに着眼点がいってしまう、まあ、目線が強くいってしまうとね、やっぱ心が病んでいくんだよね。でも自分が生きてる、今生きてる意味っていうとちょっと大きくなっちゃうけど、何をもって幸せを感じるのかっていうのがブレてる、そのじゃあ他のね YouTuber より秀でてるところ、ね、自分が優れてるところを探せたら幸せかって言ったらそんなことないじゃん。いやみんなもそうだと思うんだよね。あの子より例えばビジュアルが自分が可愛いって思えたら、かっこいいって思えたら幸せってそんなことなくない？きっと A さんより可愛いって思うことができても、次 B さんよりって思って比べちゃうんだぜきっと。そうじゃないな。いや、そこがね、大事な方もいるだろうけどさ。だから、自分にとっての幸せのアンテナというか、それってどこなんだろうっていうのを、すんごく考えてたの。で、これ、どっかで話した、ダラダラでも話したかもしれないけど、俺、11年目になってね、
勝手にハイチの第2章が始まったって思ってるんです。実はそう、ハイチ第2章なの実はね。でその第2章になったからって、まあ、大きく何かが今変わるわけではないんだけど、多分ね年々徐々に変わっていくと思います。この最初の10年間のハイチを知っている方からは、あ、なんか方向性変わっていったなって思わせる気がいつか来る気がしている、自分の中ではね。そのぐらいちょっとなんかね勝手に大きな変化があったのよ、自分の心の中にね。そう、まあ、根本のさ、子供たちのために何ができるかっていうところはもう変わってないから、そこはねブレないんだけど、でも子供たちのために今は YouTube っていうものを通していろいろ届ける、支えていくっていうのがあるけど、そこ以外の部分、そうじゃないやり方っていうのは今結構模索していて、そうすごくいろいろ考えてる。で多分そっちに比重がいくこともあり得るんだろうなって、わかんない、 YouTube がやっぱり YouTube だってなるかもしれないけどね。でも自分はやっぱりなんかさ、スーパースターにはきっとなれないし、でもなりたいって、まあどっかで思ってどっかで思ってないんだよね。すげえ矛盾した感情を抱いてるなって思うんだけど、その目立つことがあんま得意じゃないんですよ昔から。そう、どっちかというと縁の下の力持ちがタイプなんだよね、うん、人が、輝いていくのを支えていたい、でも支える中では一番の支えでありたいみたいな、君がいたからっていう風に思われたいなっていうタイプで、ちょっとめんどくさいね。でもそういうタイプなんだよね。そうだけど今はどっちかというとね、表に出て、どっちかというとっていうか完璧に表に出てやってる方だから、なんかその辺も変わっていくのかなとか。でも今はそんなにね、そのいろんな方と比べてたくさんの方に影響を与えられてないかもしれないけど、やっぱり一人でも、自分がいることによって子供たちが頑張ろうとかって思ってもらえてるっていう、その現状を、それがお前にとってすげえ幸せなことなんでしょって、お前が俺ね未来の俺に言ってた突然ね、お前がいることによって幸せになってる、笑顔が増えている子供がいることがお前にとっての幸せなんだろうって、それでいいじゃんって、誰かと比べてあだこうだ考えるんじゃなくって、そう、笑顔の数なんて数えらんないんだから、どうせだから目の前で喜んでくれる子、なんかもうちょっと頑張ってみようって、生きるのが辛いって思ってる子の中にいっぱいいるから、うちのチャンネルはね。でもその中でも自分の動画を見てもうちょっと頑張ってみようって思ってくれてる子がいるんだぞって、忘れんなよっていうのをすごく感じた。で多分ね、これ感じたのは理由があって、すごくこう前半ね、いろいろね考えてたの、落ち込んだり、もうなんか忙しかった、感情がもうねぐるぐるして、で息子たちの笑顔に癒されてさ、救われてさ、こういろいろ考えてたんだけど、でちょっとずつこう余裕ができてきて、で最後の8月6日だったかな、講演会行ってきたんですよ。あのこの前の月曜の動画にスライドちょっと出したやつかな、あの講演会行ってきた時にさ、あの何人かあと講演会も結構来てくださって、で今回はそのあるね群馬県の町役場から依頼を受けてあのやった講演会なんだけど、なんかオフィシャルに自分がそのやるから来てくださいって言わなくて大丈夫ですみたいな感じだったから言わなかったんだけど、事前には。でもなんかちゃんと集まっていただいて、でその中で何人かの方がね、結構その普段の自習室とかにも来てくれてる子とかが声かけてくれて、で手紙くれたりとか、すごい喜んでくれたりとか、あとは会って嬉しくて泣いてくれた方とかもいて、でもうそれが全てだなっていう風に思ったんだよね。だからこれから先、俺がねもうちょっとで40歳になるわけだし、でも俺の中でね60歳ぐらい、もうおじいちゃんになった時に、おじいちゃんなんだけど、まあ、YouTube っていうか何かのこのネット媒体とかを使ってさ、子供たちの相談に乗れてたらいいなって思うの。子供たちのなんか心の中がもう、その曇ってる心がさ、快晴、雲一つない快晴には俺多分できないよね。ただその雲がちょっとだけ溶けてあげて日が差すみたいな、でまた曇っちゃうのよ、また曇っちゃう、でもまた曇っちゃった時にちょっと日が差してあげるみたいな、そのもうちょっと頑張ってみようっていう役割ができるのは多分ハイチお前のいいとこだぜ。そう、そこはね、それをなんか粘り強くちゃんとやっていけるのがお前のいいところだと俺は思ったこの10日間だから、もしこのダラダラジオ多分聞き直してる時ってお前が迷ってる時でしょだから37歳のハイチが言うよ。だからそこが大事なんだって。それはお前のすごくいいところみんな気持ち悪くない？大丈夫？ついてきてる？まあ、ここまで多分聞いてくれてる方は、まあそうそうって、まあ微笑んでくれてるよねきっとねごめんなさいね。なんかでも
自分を褒めてやるっていうのもすごく大事だと思ってて、子供が好きでさ、子供たちのためにっていうベクトルでそうやってなんかがむしゃらにいろいろできるっていうのは多分お前のいいところだから、そう、そこが霞んじゃダメだよっていう、っていうところかな。ね、なんでこんな子供好きなんだろうなって思うよね不思議なんだよな、学生が好きなんだよな、子供たちが、な、子供が好き、学生なんだろうな、不思議だね不思議だねとか言ってダラダラ上でみんな言われても困っちゃうよな。でもなんかそんなことを感じた日だった。だからその今いろいろ話してきたけど、なんでみんなにね今回このテーマで喋ったかっていうとさ、幸せのアンテナっていうのをやっぱり自分の中で大事にしてほしいなって思うので、それがさ普遍のものもあると思うんだよ。俺みたいにもう多分子供の笑顔っていうのは多分普遍なの。俺何歳になっても変わらないと思うもん、そこが幸せのアンテナになる。でもさ、変わるものもあっていいんだって。人間は変わるから、変わることを怯えちゃいけない。いいんだよ、変わっていいんだよ。変わることは進化だ、前に進めてることだから。そう、だから怯えずにどんどん変わっていこう。でもどんどん変わっていいと思っていく中で、あ、これは変わらないんだなって思うものがきっと見つかる。だからみんなもさ、きっとまだね学生で実家暮らしの方が多くて、親御さんだったりとか大人の影響がどうしても強い環境にいる方も多いと思う。でもさ、いつか家離れてみんなが自由に、まあ自由にって言ったらかっこいいけど、こうみんなが自分で自己責任を負って生きていく日が来る。でもその時に幸せのアンテナというか、自分にとって本当に大事なものっていうのがあったり、あと合ってるか見つかってたら、やっぱりね生きていく時に迷いにくくなる、まあ、迷った時に足をこっちだなってこう踏み出しやすくなるとすごく思うんだ。だからすぐには見つかんないよ、すぐには見つかんないんだけど、でも自分に今これ大事かもなって、確信までいかなくても大事かもなって思っていくものが、それを大事にしていくことで、まあ、形を変えながらね、なんか普遍のものというか、みんなにとって自信を持って胸を張って、これ私大事なもの、宝物って言えるもの、幸せのアンテナに近いものが見つかっていくと思うから、ぜひなんかそこを大事にしてほしいなと思いましたまとまってたかなということで、ここまでね聞いていただきありがとうございました。またね来週何か喋っていきますので、よかったらそちらもぜひ聞いてみてください。それでは今週1週間が皆さんにとってね良き1週間になることを心より願っております。また来週お会いしましょう。それじゃあまたね、バイバイ。